オッケーオッケー、やっと来たー。よいしょー、やっと来たー。でかいこれ。さあ今日は久しぶりにダムに来てますね。なんか水位が微妙っすのはもうちょい減ってほしかったけど、まあまあとりあえずシャットテールから。ギルネストパターンよね、この季節は。このダムもギルめっちゃ多いと。ギル結構ギルやね。うん、そこにもおるけどギルなんすわ。このダム結構意識してると思います。結構大好きやと思うこのダム。ギルめっちゃ反応いいもんね、サイトとかやってても。だけどシャットテール楽やから。こっちウィンディーサイドでフラットで上がってくると思うけどな。これ減っていくかな、増えていくかな。あんま雨で変わらんかったな。びっくりした、帰る。あとここだけやって。いやーマジか。2、3匹おったな今。ドンってなったんやけどな今。マジか。さあラストスパート、上流へ行きます。これね、長靴とかなんか履いとったらね、結構下流も。あーでもまあ気持ちで歩けんかな。あーでも歩けるよね、ああいうとこ。いやー、ギリいけるか。水な。わー、雲きしょいっす。ガチきしょい。うわー、ガチできしょい。うおー、長ズボンでよかった。マジで。あ、ええやん。こんなガシガシは行ったらいかん。結構クリアやな、普段。よいしょ。今んとこは見えません。とりあえず、乗せてあっち。これで様子見。そう、これ圧倒的に。なんかあんま流れ欲しいって感じでもないな。オッケー、オッケー。やっと来たー。頼む。よいしょー、やっと来たー。でかいこれ。
めっちゃ休みしてた。よし来た。でかいって、久しぶりに羽もんでやばい。うわ嬉しい、勝ちでやばい、気持ちいい。 RV クローラーで来た、やった慎太郎。マジっすか、やっとよかった、上流来て。重た、8、50ジャスト。やばいって、やっ、気持ちいい、気持ちいい。スピニングでかけんくてよかったな、あれが来とったかもしれん、勝ったけん。ぶね、やばい、嬉しいわ。思った、あれバッスリやん、もうバスフィッシング入って楽しいって最近思うように釣れてなかったから、ちょっとあれで取り戻せたかな、モチベーション。めっちゃ休みしてたわ、もうバイトの瞬間。とりあえずタックルですね、タックル紹介、ロッドが WSC72MH です。ワールドサイドね、まあもうこれもうメインロッド、僕のメインです。去年からずっとメインで、その前から持ってはいたんですけど、ちょっと長さに慣れてなくてね、あれやなと思ってたけど、使ってるうちにあちょうどええなと思って、この長さ、このアクションとかで超メインロッドです。ほいでリールはアンタレス DC の HG で、まあワームとかしないんだったら遠投してワームとかね、近距離のワームやったらいけるけど、遠投してワームとか中距離ワームとかしないんだったら、スティーズの HLC のノーマルをつけますかね。けどいろいろやるんやったらもう絶対ハイギア間違いないです。アンタレスとね、スティーズの HLC のが飛ぶっすね。同じこのハネモン投げよったけど、もうちゃうな、抜け感が HLC は。いやーだー、マジで嬉しいわ、やっと俺にも魚が。もうあのガショって瞬間がたまらんね、口数多くなるよね、やっぱ釣れたら。ほんま嬉しいわ。ほらもうこれ来るやつやん、見て、ほら、はいはいはい、これドガン。あ、ごめん、カットで、恥ずかしい今の。いや、来るやつやんよ、来てよ、食うやつやったで、今のアプローチ。ふぅ、帰るか。ってことで、皆様、お疲れ様でした。次も50アップ、釣れるように、釣れんのかって話だけど、釣れるように頑張りますので、ではでは、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。